決めるぜ。よっしゃ。戦闘開始。さあ始まりました。忍耐武闘隊決勝。この一戦に勝利した者が最強の称号を手に入れることができます。はい、しかしこの突然の参加者の実力は未知数。一体どのような決勝になるのか誰も見当がつきません。まずは私たちも様子見をしたいところですが、さてどう動いてくるでしょうね。会場全体はナルト選手を応援しているようですが、これはどの程度の影響あるでしょう。私たちの想像以上にあると思いますよ。そういうのを受けると命じつけられますからね。ということはナルト選手は自由ということで勝負あり。そんな弱い心じゃこの俺は倒せねえぜ。